はい、皆さんこんにちは、熊澤です。今日もまた映像のお話、映像制作をしていくお話をしようかなと思います。と、映像制作と一口に言っても、まあ的がちょっとでかすぎるじゃないですか。要はその映像を制作する、撮影して編集するとか、撮影しなくてもね、CG とかモーショングラフィックスとかいろいろあるじゃないですか。編集だけすればもうね、映像になったりする場合もあったりしますですよね。で、その中で、まあ、撮影をして編集をしていくっていう、まあ、ワークフローでしていく映像制作っていうのは、実は2パターンに分かれますよっていうお話をしていきたいなと思います。まあ、単刀直入に言うと、テイク、メイク、この2つに分けられるわけですよ。はい、映像を撮影して編集する、撮影対象っていうものがね、まあメイクなのかテイクなのかっていうような、具合ですね。で、まあテイクっていうのは、まああるものを撮るという感じですよ。まあノンフィクションですよ、ドキュメンタリーですよ、あるいは記録物ですよね。はい、そういったもの、もうすでにそこに存在しているものを撮る。それに対してメイクっていうのは、ないものを撮るというような感じですね。ちょっとピンとこないかもしれないですけど、例えば、まあ、CM、プロモーションビデオとかドラマ、映画、そういったものですよね。そこにないものを演出して、撮っていくと。これを、まあ、メイクと言いますという感じですね。はい。で、僕が、得意としているのはテイクです。はい。何かの記録物を撮影する、あるいは何、でしょうね、まあ、記録物に、該当しますけど、誰かの密着をして、いわゆるドキュメンタリーですよ、ノンフィクションですよ、そういったものを撮影していく。まあ、昨日ラン&ガンスタイルなんていうね、前回の動画でラン&ガンスタイルのお話もしましたけれども、要はそこにあるものを撮っていくっていう撮影スタイルですね。得意な方は僕はテイクなんですよ。で、別にメイクができないわけじゃないんですけれども、このメイクっていうのは、まあいろんな人がより多く関わってくる可能性っていうのが出てきます。このテイクっていうのは編集で、まあ、再構成することはあっても、基本的に撮影っていうのは時系列でしかできないわけじゃないですか。1時間前の撮影を今することはできないわけですよね。だからずっと流れていく時間軸の中で、カメラで収録をし続けていくと。で、編集のタイミングで例えば補足説明が入ったりとかっていうことで仕上げていくっていうことなので、携わる人って、まあ、もちろん大きい大規模なプロダクションの場合もありますけどね。はい、カメラマンが複数いる場合っていうのは、その時系列を合わせていったりとかする可能性も非常に高いですけどね。でも、このメイクっていうのは、演出をしていきますから、まあカメラマン、ビデオグラファーが全部担当する場合もありますけれども、例えば企画をする人、まあディレクションをする人、監督をする人、それから脚本を書く人とか、それから、まあ、俳優さん、女優さんですよね。まあ、実際に映る方ですよね。それを、まあ、プロダクションから準備してきたりとか、カメラ、音声、やれ、うんぬん、かんぬんということで、まあ、関わる人が非常に多い可能性が高いと。より専門的な、その分野の人たちを、こう、組んで演出をしていくっていうことにもなっていきますよね。なので、ワンマンでやっていく場合っていうのは、まあ、やっぱこのテイクの撮影っていう方が、やっぱ向いてるという感じがしますね。はい。まあ、メイクっていうのは、やっぱり僕ら音楽業界で言えば、やっぱりプロモーションビデオ、ミュージックビデオっていうのがこのメイクに該当しますよ。で、ライブの収録っていうのは基本的にはやっぱテイク収録になる、テイク撮影になりますよね。なんで、まあ、両側面をきっちり理解して、その特性を知った上で撮影に臨むと、全く知らない状態で臨むっていうのでは、全くこうなんていうのかな、実際に何を撮影したらいいのかっていうこともすごく明るく見えてくるという意味合いで、今回はその2種類2通りあるんだよっていうお話をさせていただきました。なのでね、ビデオグラファーになりたい、それからビデオグラファーである、駆
け出しであるとかいう方の中で、いまいちこうピンときてない方はね、まあ、そういう風に撮影っていうのは大まかに分かれていて、それぞれまあもうその撮影対象物っていうのが全く違うんだよ。そっから、どういう風に撮影をしていこうかっていうことについては、考えていく必要があるんだよっていうお話をさせていただきたいなと思って、今日はそういった話題でお話をしていきました。はい、まあテイク撮影、メイク撮影、磨けるのはテイクもメイクも自分一人で磨けます。はい、街に行って公演を撮る、あるいは、これテイクですよ。とにかく何かこう回し続けて、そこからストーリーをこう紡いでいくと。でメイクっていうのは自分で、例えばですね、人形を持ってきてそいつにストーリーをこう演出させるんだっていうことで撮っていく、あるいは、海外の Vlogger みたいにですね、こうフィュッと日常を切り取ったら、あれはテイクなんですけど、オシャンティーに撮るっていうのをあらかじめ演出してですよ、撮っていくっていうのはメイクですから、自分一人でも磨くことができたりします。なので、ふとカメラを回すときに今どっちの撮影なんだろうなっていうことぐらい念頭に置いて臨めると、少しね、捉えてくる映像っていうのが違ってくるんじゃないかなと、思ったりしています。はい、以上、熊沢でした。ありがとうございました。